は、オカピーです。今回は、宮城県の高校サッカーの強豪校を紹介していきたいと思います。まず紹介するのが、仙台育英、平和学園、東北です。仙台育英は、選手権に33回出場して4強2回、インターハイに19回出場して8強1回を誇る名門高校です。まだ全国優勝はありませんが、今後ますます活躍が楽しみな高校の一つです。平和学園はこれまで選手権3回、インターハイ2回の出場した強豪校です。平和学園の特徴は個人技を重視したテクニックサッカーです。そんな平和学園は2003年に上流監督が就任し、徹底して足元の技術を指導し、創部9年目で宮城県を制し、年間の全国高校サッカー選手権出場を果たしました。次に紹介するのが東北学園、宮城県工業、ビフです。東北学園は宮城県内でベスト4の常連高校です。選手権に4回出場し、ベスト8の実績もあります。近年は第66回大会以降、遠のいていますが、今後の躍進が期待されています。伝統的なパスサッカーを取り入れている仙台育英や東北、テクニックを駆使したここのサッカーの平和学園の覇権争いは熾烈を極めています。その3強に割って入ろうとしている東北学園宮城県工業リフからも目が離せません。今回の動画はこの辺りにしたいと思います。面白かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。